こんにちは、タクです。今回はですね、ついに春の季節がやってきたということですね。春を告げる魚メバルを狙っていきたいと思います。何やらですね、20センチ後半のメバルがバンバン釣れているという情報を聞きまして、もうこれはもうメバリングするしかないなと、シャクメバル狙うしかないなということで、ちょっと今回はシャクメバルチャレンジの方を挑戦してまいりました。果たしてシャクメバルの方は釣れたんでしょうか。というわけで本編の方どうぞ。でかいんじゃないこれ。ちょうど今ユーマズメなんで活性高いし、俺としたらトスの方かなと思ってるんですけど、潮はですね今ちょうど下げのタイミングなんでめちゃめちゃいいんですよね。で来るとしたら多分この今の時間帯なと思うんですけど、おい、聞いてた話と違うぞ。全然釣れんでないか。なんか理想では3投目ぐらいにはもう来るんかなと思ったんやけど、おいおい、情報と違うぞ。よっしゃ、でかいんじゃねこれ。どうだろう、メバリングが1年ぶりだからでかさがあんまり分からんけど、あーガーシーちゃんでした。あの暴露しない方のね。ってことはだいぶそこ狙ってたな。というわけでカサゴちゃんゲットです。この場所は確か相方が28ぐらい釣ってて、その時にピンク系のカラー使ってたんで、ちょっとそれに変えてみましょう。レインのアジアダー南高ピンク、これでまた表層から狙ってみましょう。だいぶ火沈んできて表層でボイルしだしたんで、ひょっとしたらメバルちゃんかもしれんし、シーバスかもしれんし。てか本当まだ人生で一回もシャク釣ってないんで、シャクつくとやっぱりメバリンガーとしてのね、箔がつくじゃないですか。だからもう早くシャクメバルを釣って自分のブランド力を上げたいところですね。いつも結構ねアジングメバリングをするときは大体ジャガイトがあるところ行くんですけど、この場所ジャガイトは一つもないんですよね。だからそれがどうなんだろうっていう、逆にジャガイトがある場所でもそのジャガイトがあるところに小さいメバル、小さい個体が集まってきて、でその後ろのジャガイトが当たらない場所に大きいサイズがいるみたいな、そういう理論があるんで、ジャガイトがないっていうところで大物が集まるのかもしれないですね。お、来た。あーこれ、いやでもこれは結構沈めちゃったからカサゴだな。だよね。しかもサイズダウンでございます。ここで皆さんにカサゴを絶対に釣る方法をお教えします。まずこういうヘチがありますね。鳩の岸沿いありますね。ここに抵抗に向かって投げます。そしたら浮輪を沈めて上下にちょんちょんするだけ。これで簡単にカサゴが釣れちゃいます。ほら、あれメバレた。え、はず、カサゴ釣れるとか言ったらメバレ来ちゃったよ。いやー、今年初メバレでございますよ。サイズは16センチぐらいなんで逃がしてあげます。はい、ゲット。ちょっと楽しかったからもう一回やってみましょう。あ、来てた。来てた。おお、どっちだろう。これどっちだろう。あーねー、メバルだ。やった。ちょっとサイドアップ。あ、20ギリあるんじゃないこれ。よし、ゲット。この木は熱。めっちゃ釣れるやん。25カウントぐらいしてるからかなり下の方にいますね。ってことは今日は表層にはいないってことですね。あと、この場所でカサゴを釣る方法とか言いながらまだ全然釣れてないっていう、釣れてほしい時に釣れないっていう、なんかコンビニ必要な時になかなか見つからないみたいな。よっしゃ、あー
うわ、めっちゃ入った。うわ、どっちあー、こ、あー、カサゴ、カサゴです。いい、はい、カサゴちゃんゲット、さよなら。よっしゃ、でかいんじゃないこれ。あー、で、どっちだろう、カサゴっぽいな。あー、カサゴ、あー、カサゴだ。これはカサゴですね。はい、おお、来た来た。これはどっちだろう、どう、あー、カサゴ。お、来た、落ちてきた。どっちだろう、あー、カサゴ、カサゴだな。なんで、なんで君しか釣れないの。カサゴ、あ、違う、ムワリンがやっぱ楽しいな。春が来たって感じがする。これでかいぞ。え、ちょっと急に来たんやけど。あ、引かなくなった。カサゴかもしれない。引く引く引く。あ、見回るかも、見回るかも、見回るかも。ちょっと待って、最後の最後で来た。ちょっと待って。はい、というわけで、メバリング調査やってきたんですけど、いや、やっぱり噂通り、釣り情報通りの釣果でございました。まさかの尺達成でございます。やったー。あ、ちなみにまだサイズを測ってないので、尺があったという体で今話しておりますので、ご了承ください。でも最初はね、もうカサゴばっかり釣れて、カサゴを狙おうと思ったらなんか18センチのいつも通りにメバルが釣れてって感じで、で最後の方もね、表層めちゃくちゃ活性高かった、ボイルとかしてたのに全然表層狙っても釣れなかったんで、あ、今日ちょっとやばいな、ボツだなと思ったんですけど、最後の最後で釣れてくれました、シャクメバル。いや、もうこれでメバリンガーとしての箔がついたんでね、これからはメバリングの実力者としてね、もう胸を張ってメバリングやっていきたいと思います。というわけで、今日の動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、そして高評価、そしてコメントの方もよろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。